このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。こんにちは、借地釈迦様でございます。今日は僕の友達がですね遊びに来てくれたのでご紹介したいと思います。いきます、皆さんに紹介したいと思います。手挙げて、はい、おかせーの。タナガルズのお父さんだけけ。こんにちは、あなたなんていう名前ですか？キリンちゃんです。キリンちゃん見えてませんよ、もうちょっと上来てください。上、はい、はい、そうです、キリンちゃんっていうんですか、あなた？それよ、キリンちゃん、こんにちは。うん、今日は答え言うね。答え言ってくれるの？あ、そんなの、うん、分かった、ありがとう ね。今日はキリンちゃんから皆さん、受験生の皆さんにメッセージがあるみたいです。じゃあお願いします。え、受験勉強頑張ってください。頑張ってください、頑張ってください。頑張って、頑張って、ありがとうございます。ありがとうございます。またまたね。またね。いきますよ。令和3年問26。宅建業者 A が自ら売り主として宅建業者ではない買い主 B に対して建物の売却を行う場合における宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち正しいものはどれか。いきますよ。ちなみにこれ問題文がですね、なんかハッシュ制限っぽい聞き方ですけども、内容はただの重説に関する問題です。いきますよ。選択肢1。A は B に対し、専任の宅建士をして説明をさせなければならない。はい、どうでしょうか？はい、これはですね、超簡単でございます。答えはバツですよ。これは瞬殺してほしいです。専任の宅建士はですね、そんなに偉くはないんです。ただですね、責任が重いだけでございます。さあ、次行きますよ。A は B に対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。はい、どうでしょうか？いきますよ。答えは丸です。はい、これですね、おなじみの覚え歌、キューティーハニーでやっておりますよ。こちらでございます。陶器に惚れ、電気とみかん、増宅土砂津波災害、金銭解除損保50。いきますよ。代金、交換、砂金、借金以外に授受される金銭の額及び目的。これですね、重要なのはですね、これ覚え歌の解説をちゃんと聞きましょう。授受の目的っていうのはですね、説明しないと逆にこれ、お客さんから質問されますよ。これ何のお金でしょうかっていうふうにですね、聞かれます。代金以外なわけですから、手付金なのか、敷金なのか、どういう目的でお金を授受するのか、これはですね、普通に考えてもですね、説明した方がいい内容でございます。これですね、重要事項説明のですね、記載事項になっております。覚え歌だとですね、金銭っていうふうに歌っているだけなんですけども、その内容についてもですね、必ず解説動画の方で覚えておくということが大切です。令和3年問27、宅建業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。いきますよ。個人 A が不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、A は再び免許を受けることはできない。はい、どうでしょうか。いきますよ。答えは、バツです。この選択肢ですね、慌てて丸にした人いませんでしょうか？ちょっとここ心配しておりました。5年はですね、免許を受けられないんですが、選択肢をよく読んでください。5年経過して、その間何も悪さをしていないって言っておりますので、A はですね、再び免許を受けられるんでございます。だから×なんです。これ油断しないようにしましょう。これ知識ちゃんと理解できていてもですね、雑な選択肢の見方しているとですね、これ間違えちゃいます。そして選択肢4いきますよ。免許を受けようとする E 社の役員に、宅建業の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E 社は免許を受けることができない。はい、どうでしょうか。言いますよ。答えは、丸です。これはですね、思いっきり覚え歌でですね、歌っていただけましたでしょうか。で、皆さんが一生懸命覚えていただいた、あの、カルメン前奏曲でございます。業法暴対傷害暴行狂気脅迫敗人。役員ですから、結核要件の対象者です。で、宅建業法違反で罰金って言ってます。もう超王道でございます。業法暴対傷害暴行狂気脅迫敗人の一番最初のですね、業法でございます。これはですね、もう完全にアウトでございます。罰金がとにかく責められるということを私言いました。ですから罰金で免許が受けられない奴はですね、こういう風に歌でまとめていたんでございます。続いていきます。公建知人の登録を受けているが、宅建士の交付を受けていない B が、宅建士としてすべき事務を行った場合、上場の違反を問わず、公建知事は B の登録を承諾しなければならない。さあ、どうでしょうか。いきますよ。答えは、×です。はい、これ、交付を受けていないのに充設したら、まず、業法違反でございます。
で、ポイントは、上場の以下を問わず登録が承受されるのか、ここでございます。宅建所の交付を受けていないのにですね、宅建所の事務を行った場合、登録承受処分にですね、該当するのは、どの場合でしたでしょうか？覚えてますか？これはですね、上場が特に重い時でございます。続いていきます。宅建地 C 過去公建地登録は、宅建業者 D 社を退職し、宅建業者 E 社に再就職したが、C は D 社及び E 社のいずれにおいても専任の宅建地ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくても良い。さあ、どうでしょうか？いきますよ。答えは、×です。はい、出てきましたね。変更の登録。これはですね、義務ですよ。登録の移転とは全然違います。専任かどうかは関係ありません。宅建士の情報を管理したいので、専任じゃなくても変更の登録は義務なんでございます。必ずやってください。これですね、宅建業者の変更の届出の記載事項に、専任の宅建士の氏名っていうのがあるんですよ。で、そこと引っ掛けているんです。わかります？この問題ですね、主語は宅建士ってなってますから、宅建士の変更の登録の話なんです。そういうところをですね、落とすとですね、合否が分かれちゃいますんで、ご注意ください。続いて4、高検で宅建士資格試験を受け、合格した F は、乙県に転勤することとなったとしても、登録は高検知事に申請しなければならない。さあ、どうでしょうか？答えは、丸です。宅建士登録は試験に合格した都道府県の知事です。で、転勤になったんであれば、高検で登録した上で、登録の移転の手続きをしてください。いきますよ。賃貸マンションの貸借にかかる媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは、広告をすることはできない。さあ、どうでしょうか？これですね、もう絶対にこの問題正解してほしいんです。これ合否アラートになってます。これ不動産大学生が絶対にですね、これ正解してほしい選択肢なんです。おそらくですね、この選択肢を丸だと思ったか、×だと思ったかでですね、合否を分ける可能性があります。いきますよ。これは、答えは、丸です。必要な許可が下りていなければ、広告はできません。これ、試験直前で私すごい言った記憶あるんですけど、皆さん覚えてましたでしょうか？貸借の場合はですね、広告はできないけど、契約はできるんです。不動産大学生はですね、この選択肢絶対正解してほしかったんです。この個数問題ですね、ポイントはこの絵なんです。次いきますよ。3、保証協会の社員である宅建業者は、当該宅建業者と宅建業に関し取引をしたものの有する、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金の還付がなされた時は、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。さあ、どうでしょうか？はい、合否アラートになりました。これ超重要問題でございます。いきますよ。答えは、×です。はい、出ました。還付充当金。はい、覚えてますか？ドラえもんです。そうなんです。これですね、ドラえもんの覚え歌を覚えていればですね、一撃でクリアできるんです。この選択肢ですね、どこが違うか分かりますでしょうか？いいですか？この部分です。その日からじゃないですよ。その日からってですね、還付された時からっていうことになっちゃいますから、違いますからね。これ歌をよく聞いてください。ドラえもんの歌、こちらでございます。協会認証、還付は供託状、大臣にチクって協会に通知書。補充供託2週間以内、還付充と金も2週間以内。納付しないとどうなるの？地位を失うよ。1ヶ月以内にみんなで支払うよ。特別弁済業務保証金分担金。はい、思い出しましたか？大臣にチクって協会に通知を。で、還付したらですね、大臣にチクって協会に通知が行くんです。で、協会から社員に通知が行きます。ここから2週間ですよ。ここに気がつきましたでしょうか？ 2 週間だからって2っていう数字だけ見てですね、丸だと思ったらですね、完全に出題者側の仕掛けた罠にはまってしまっております。そういう解き方は絶対にダメなんです。ダメだって言いましたよね。ちゃんと文章を読みましょう。ここはですね、不動産大学生が他の人とですね、差を作るですね、うってつけの選択肢なんです。お疲れ様でした。ということで、戻した。お待たせした。お待たせした。